まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、外で見てた時間帯も含めて今日の試合全体ちょっと植木選手の目線で振り返ってください。まあ、早々に失点はありましたけど、ベレーザらしいサッカーもできていましたし、まあ、みんながハードワークしていたので、まあ、やっぱ同点になった時にはもうやっぱ勝てるなっていう気持ちはありました。途中で投入されるにあたって、この試合の中で自分のプレーどういうふうに出そうっていうふうに思いながら入りました試合。まあ、試合に入る時に、まあ、前のゴールで勝ちを取ってこいって言われて入ったので、まあ、やっぱ自分に求められていることはゴールなのかなと思ってましたし、まあ、結果ゴール入りましたけど、まあ、そういう部分では良かったかなと思います。ゴールに至る前の場面でもかなりこう仕掛ける姿勢、それがもうチームにこう推進力になってたんじゃないかなと思うんですけど、実際シュートも結構打ってたと思うんですが、はい。まあ、やっぱ自分自身にチャンスっていうのは何個かあったので、まあ、それは決めきれなかったっていうのはありますけど、まあ、チャンスを作れたっていう部分では良かったかなと思います。決勝点の場面振り返ってください。まあ、コーナーキック最初に自分が触ったんですけど、まあ、うまくミートできなくて、まあ、その後のもみさんに入った時に、もみさんどんな体勢でもいいボールが上がってくるのが分かっていたので、まあ、中で待ってようと思ったら、まあ、めちゃくちゃいいボールが来たので、まあ、ヘディングはまあまあ得意なので、まあ、結果ゴールに入ってよかったなと思います。これで、まあ、中2日で、ちょっと未消化の分の試合が入ってきますけれども、はい、もうちょっと自動で優勝する、あ、自力で優勝する可能性もある中で、はい、5連覇ちょっともう見え始めてるのかなと思うんですけど、その辺どうでしょう。まあ、やっぱ自力で優勝を狙えるっていう、まあ、チャンスがあるっていうのが、まあ、チームにとって一番いいことだと思いますし、まあ、そういった中で連戦になりますけど、まあ、チーム全員の力で、まあ、やっぱ戦わなきゃいけない試合が続くので、まあ、とりあえずはまず次につながってよかったなと安心してます。今日は応援ありがとうございました。まあ、たくさんの人が入った西川岡のピッチでプレーすることはとても楽しかったです。また大事な試合が続くので、これからも応援よろしくお願いします。